こんばんは。サムライ塾のことです。今日もですね、ゲリラ的にライブをスタートしました。はい。で、今日はですね、ちょっと2点ほどお話ししようかなと思いましてね、ライブをスタートしたんですけど、ね、まず1点はですね、タイトルの方にもね、書いておきましたけどね、まあ僕のね、サムライ塾ですね、簿記教室サムライ塾でね、まあ二所簿記一級とか、あと税理士の簿記論とか、財務状況論ですね、そういったものがですね、まあ、あるのかと、講座がね、あるのかっていうね、ちょっとご質問をですね、昨日のね、ライブ配信の、まあ、終了直前ですかね、ちょっとコメント一件いただきましてね、それで対する、まあ、ご回答みたいな感じで、喋っていこうと思います。ね。で、まあ、結論からいきますとね、基本的には、昨日ちらっと言ったんですけどね、そうですね。二所簿記一級ですかね。の、まあ、苦手論点特訓のですね、個別指導が、まあ、ギリギリあるかなっていう感じですかね。うん。フルセットのね、講座ね。まあ、以前はやってましたけどね。二所簿記一級とかね、やってましたけど。税理士のね、簿記論と財表はやったことないですけどね。講座としてやったことないですけど。二所簿記一級ですね。こちらの方はね、まあ、ライブ講座を中心つがライブ、ほとんどライブ講座で、やってましたけどね。うん、で、もちろんね、何人も、僕のね、塾生から合格者いっぱい出てます。二所簿記一級ね、うん。ということでね、やっておりましたね。で、そうですね、大地震ですかね。大地震の直後ぐらいにもね、2クールか3クールぐらいやったかな。ということで、印象も一級ね、をやっておりましたけどね。うん、今はね、もう、まあ、はっきり言ってですね、二所簿記一級のフルセットっていうのはですね、まあ、やってなくてですね、今言ったように、まあ、苦手なとこですかね、うん、をちょっとピックアップして、ピンポイントでね、ズームによる個別指導ですかね、うん、が、まあ、ご依頼がある場合は、させていただくという感じですかね。うん。まあ、ほとんどないですけどね。うん。二所簿記一級はね。たまにお問い合わせあるんですけどね。1、2ヶ月前もね、お問い合わせありましたよ。二所簿記一級講座、フルセット受けたいんですけど、ってね、お問い合わせは ありますけど、ただね、今言ったように、二所簿記一級のフルセットっていうのはちょっと今やっておりませんからね。うん。ということでね、基本的には、まあ、苦手論点のね、まあ、個別指導っていうところだけですかね、となります。ね、うん、で、まあ、簿記論の方とですね、財表の方はね、まあ、基本的に、税理士講座というのをやったことは基本的にないですからね。うん、そういった講座としてのね、ものは、やってないんですけど、ただね、まあ、簿記論とね、財表っていうのはね、基本的に、会計科目で、ね、一緒ですからね、うん。これもやっぱりね、ピンポイントで、まあ、ご依頼がある場合は、ね、ズームのね、個別指導させていただくという感じになりますかね。うん、ただね、ズームによるね、個別指導っていうのは、僕はね、10名様限定でやっておりますからね。うん、だから今現在もね、まあ、ほとんどちょっと枠はない状態で。あと1人か2人ぐらいからの枠は歩くことありますけどね、10名様限定ですね。で、これはね、二所簿記1級とかに限らずですね、建設業経士1級とかね、建設業経士2級とかね、二所簿記2級とかね、3級とかね、そんな感じのですね、フルセットね、を基本的にお申し込みされた方がですね、まあ、10名様までということで、通算10名様ですね、建設業経士で10名。二所簿記2級で10名じゃなくてね、全体として10名様ということになっておりますね。うん、で、二所簿記1級の場合ね、今言ってるフルセットはないんで、だから基本的に単発になるんですけどね。うん、ただ単発って言ってもね、まあ1回1時間とね、いくらみたいな感じのやつももちろん、やるって言えばやりますけど、ただね、まあチケット制というかね、まあ、何時間だっけな。5回セットとは、ちょっとホームページ見ないとあれですけど、5回か6回かな、ぐらいで、ワンセットみたいな感じで、ね、2万4000円か、確か3万ぐらいだったんですけどね、うん、こんな感じの講座は作ってありますからね、まあ、それをちょっとね、
チケットとして、買っていただいてですね。で、僕とスケジュールがあったときに、まあ、個別指導させていただくという感じになりますかね。もしある場合はね。うん、でもね、基本的にはね、そのね、お問い合わせあったとしてもですね、基本的にはね、まあ、ワンツーマン講座のですね、個別指導になると高くなるんで、金額がね。うん。なのでね、まあ、ちょっとね、僕の、二所簿記1級とか、ね、そういった講座はちょっとお勧めしてませんけどね。うん。だから、他講座のね、二所簿記1級とか、講座ありますからね。どちらも全然安いですし、ね。まあね、講師とワンツーマンってのは無理でしょうけどね。大手さんの場合はね。うん。でもまあ、教材とかね、すべて、もちろん、手にね、安く入りますしね。講座なんかもね、だいぶ格安で受けられるでしょうからね。うん。だから、大手さんの方でね、やられた方がいいですよっていうことはね、僕は、お伝えいたしますけどね。まあ、どうしてもね、サムライ塾の後藤美翔のね、僕の、簿記指導ですね。これ受けたいっていう方はね、ちょっとまた別ですけどね、もちろんお受けいたしますけど、ただ金額は高くなりますからね。どうしてもね。そこだけね、大丈夫な方のみになりますけどね。うん、だからもしね、二所簿記1級とか、ね、後藤美翔のやつを受けたいんだと、ね、思ったあなたですね。は、お問い合わせの方をね、一回してみてください、ね。で、ヒアリングさせていただいてね。で、あ、ちょっとやっぱりこれはね、サムライ塾じゃなくてね、他の他校のね、講座の方がいいなと思った場合ですね、僕はもう正直に言いますから、うん、サムライ塾じゃなくてね、他校さんの方がおそらくいいと思いますと、ね、いうふうに言いますね。条件的なところでね、まあ、要するにストレートに言うと金銭的なところでね、うん、全然うちは高くなっちゃうんで、うん、だから、ね、なるべくね、低コストでね、勉強された方がね、まあ、いいという方に対してはですね、そういうふうにしてお伝えいたしますね。ただ、今言ったようにね、まあ、金額はどうでもいいだと、ね。まあ、なんぼ払ってこっちゅうわけじゃないですけどね。金額がまあ多少高くてもね、それはプロ講師のね、ワンツーマンで教えてくれるんだから、それは高くて当然だろうというふうに思った あなたですね、は、おそらくバチッと合いますからね。ぜひまたお問い合わせをね、していただくと、ね、僕は返しますからね。ヒアリングして返しますから、そんな感じで調べるといいと思いますね。うん、ただね、教材ですね。教材は僕は、二所簿記1級とか、そういった教材を作ってませんからね。うん。一応あるってもあるんですけど、僕のオリジナルレジュメはね、あるってもあるんですけど、ね、ただ、ね、教材としてね、は、なかなかね、僕は持っておりませんからね。おそらく皆さんがね、お持ちのね、教材で教えてほしいという方がほとんどじゃないかなというふうに思ってますからね。まあ、その場合はね、全く同一のね、教材をご購入していただいてね、まあ、僕の方に送っていただくという形で、おそらくなると思います。うん、そこだけね、ちょっとね、ご注意いただきたいなかなというふうには思いますけどね。うん、はい、ということでね、まあ、昨日ね、ちょっと終わりがけにですね、ちょっとご質問がメッセージでね、一気に入ってきたものですからね、なかなかね、ちょっと、まあ、最後はちょっとホームページね、見てくださいっていうところでね、ちょっと切らざるを得ないと。ズーム指導がね、その時間でありましたからね。うん、なので、9時だったかな。うん、9時ぐらいかな。何時だったっけ、忘れした。まあ、いずれにしてもね、昼間か。昼間かな。確か切られたらね。うん、なもんでね、ちょっとそれまでのね、まあ、ズームのね、個別指導までのね、間の、まあ、YouTube のライブ配信ということでしたからね。うん、あと1分でね、ちょっと、Zoom 指導の方に入らないといけないっていう時間だったんでね。うん、だからちょっと、なかなかね、詳しい説明の方が無理だったんでね。昨日はちょっと、ね、まあ、急遽ね、終わったということになりましたんでね。だからちょっとね、今日は一つの、タイトルにも、ね、入れました通りね、昨日のね、僕のライブ配信を、ね、見てくれた方思うんですね。まあ、ご質問してくれた方がですね、いらっしゃいましたので、その方に対する、まあ、ご回答とですね、あとはね、ごメッセージがね、あるということはですね、他にね、多分似たような感じで、思ってる方もいらっしゃると思うんですね。うん。なのでね、もしそういった方がね、いらっしゃればね、今回ちょっとタイトルの方に書いてきましたからね、それを見てね、あ、
西穂木っていうとか、税理士の簿記論代表の方が、講座、侍塾のね、後藤部長の方はどうなってのかな、どうなってのかな、つってね、気になる方がいらっしゃったら、ね、まあ多分このライブ配信のアーカイブをね、見るでしょうかね。まあもしくは今ね、ライブ配信を、ね、見てると思いますからね。うん、まあ、そんな感じで、ね、まあ、対処させていただければいいかなというふうに思いましてね、今日は、急遽ライブ配信をしたんですけどね。うん、はい。ということでね、まあ、そんな感じでね、ちょっといつもね、まあ、僕は、ゲリラ的ライブでやってますからね。いや、予約のスタートっていうのは、ちょっと僕、パソコンが弱くてできないんでね、ちょっといきなり始めると、ね、いうことがいつも、ほとんどですけどね。つが、それしかやったことないですけどね。で今日もね、ちょっとライブ、ゲリラライブっていう感じでやったんで、多分ね、昨日ご質問された方は見てないと思うんですけど、ね、うん。まあ、後でね、多分アーカイブ見られるでしょうからね。それでちょっとね、お話をしてきました。はい。で、あともう一点ですかね。もう一点はね、これは実は塾生からね、質問があった内容なんですけどね、まあ、睡眠時間を削って勉強した方がいいですかっていうね、ちょっとご質問をいただきましたんでね。まあ、それに対するご回答という感じで、まあ、回答はもちろんもうすでに終わったんですけど、まあ、似たような感じでね、疑問に思ってる人もいるんじゃないかなと思ったんでね。それをタイトルにもう一つの方は入れました、うん。結論からいきますとね、睡眠時間を削って勉強するっていうことはですね、まあ、状況によりますね、うん。どういうことかというとね、ただね、本試験も直前でね、例えばもう明日試験とか2日後試験つってね、迫ってて、でなおかつね、勉強がもうこうあんまり進んでなくてね、でもちょっと徹夜すればね、なんとか合格点に行くかもしれんなっていう状況の時ね、その時はまあね、もう寝ないでやるっていう感じがいいんじゃないですかね、うん。だってもうそこしかないんですから、チャンスはね。まあ今は日照簿記は ネット試験とか来てますからね、で他の試験も多分ネット試験の方に移行するというか、まあこういうご時世ですからね、どんどんこれからネット試験が減ること、増えることがあっても減ることは多分ないと思うんで、ね、ネット試験の活用ですね、ができるようになったら、ネット試験って要するに自分が持続ついてから受けることができますからね。うん。で、そうなってくると、そんなね、明日試験だから、みたいなね、感じでね、実力がついてない時に受けに行くっていうことはね、ネット試験を活用すれば、それは限りなくゼロに近づいていきますよね。うん。ということで、まあ、そういう状況はならないと思うんですけど、ね、ただね、まだまだね、まあ、紙ベースだけ統一ですよね。同じ日に一斉試験があるっつってね。まあ、建設業なんかまさにまだね、一斉試験しかありませんからね。まあ、将来はわかりませんけど、っていう中で、ね、こう試験日が決められてますから、ね、その日に、ね、実力を最大限に持っていってね、そして受験をして合格するというですね、そういった試験の場合はですよね、うん、まあ、もうちょっとね、あさって試験だ、明日試験だっつってね、で、ちょっとこれを覚えとかないとね、明日なかなか受かんねえんだっつった場合はですね、まあ、それはもうちょっと寝ないでやるしかないということになると思うんですけどね、うん。ただね、そうじゃない限りですね、普段からね、こう、睡眠時間を削ってですね、勉強時間を増やすというですね、方法は、まあ、僕はですけどね、僕はあんまりこうお勧めしませんでしたね、うん。というのはですね、基本的に寝てる時間もね、結局勉強時間の一部なんですよ。ね、寝てる時もね、うん、いや。寝てる時っていうのはですね、要するにこう起きてる時に勉強した内容をですね、整理する時間なんですよね。うん、だからこう来てるときにね、こう、例えば、ちょっと難しいね、問題を勉強しましたと。なんだ、弱音だと。ね、こう、あでもね、こうでもですね、考えて、まあいいや、っつって、寝ちゃうと。そして、朝起きたらですね、ぼーっとしてる中からですね、昨日一生懸命考えてた問題がですね、なんかパッとね、ひらめちゃってね、あれ？ひょっとして昨日の問題って、こことこういうふうにすれば解けんちゃうかなみたいな感じで、こう、ひらめいたりするわけですよね。朝パッと起きたらね。うん。で、実際解いてみたらね、ああ、できたみたいなね、感じがあると思うんですよ。ね。まあ、毎回毎回じゃないにしてもね、多分何回か経験あると思うんですね。まあ、僕はあります。
で、それっていうのはですね、結局、睡眠してる最中にね、まあ、深い眠りの時ですけどね、その時にやっぱ整理してるんですよね、脳が勝手にね。言ってみればね、まあ、洗濯物ですね、取り込んでね、たたまないで、もうそのまま置いてるみたいな状態なんですよね。起きてる時にまず勉強して分かんないという状態はね。そして、寝るという状態はですね、そのね、洗濯物を畳んでね、そして、まあ、タンスですよね。に、まあ、ここは T シャツね、ここはポロシャツとかね、まあ、これは、ここのタンスは下着とかね、こっちはハンカチとかね、靴下とかね、そんな感じでこう分けるじゃないですか。タンスにね。で、そのタンスにこう分けるっていうことですよね。作業ですよね。それが要するに睡眠中のですね、脳の整理をしている期間なんですよね。知識の整理ね。だからそれをね、こう、寝ないとですね、整理されないんで、だからいつまでもね、洗濯物取り込んでね、ぐじゃぐじゃになっちゃってる状態なんですよ。ね。だからこうね、うまくね、こう、靴下、そうやってあいつったら靴下パーンとね、タンス開ければ靴下が入ってるとかね。T シャツを取りたいやつは T シャツのね、タンスとか開ければすぐ取れるとか。そういう状態じゃ長くなっちゃうんですよね。寝ないと、ね。だからそう考えるとですね、やっぱこう勉強してですね、睡眠をたっぷりととってですね、まあその人なりのね、適正睡眠時間あるでしょうからね。その適正な睡眠時間をとってですね、そして、起きてね、また勉強すると。これがね、やっぱり、一番こう、長続きしますしね。ね、んな、勉強時間短くしたところでね、やっぱ疲れちゃうんで。結局、最終的にはね、寝ることになりますからね。だからやっぱりね、こう、ちゃんとね、自分のさっき言った適正睡眠時間ですよね。自分にとってのね。それをとって、しっかりと取ってね。まあ、5時間の人は5時間でもいいし、7時間、8時間じゃないとダメだという人はそれでもいいし、まあ、ちなみに僕は結構いっぱい寝るタイプなんでね。ほっといたら、ほっといていいんだったらもう10時間でも12時間でも寝てますからね。ずっと寝てますけど。だいたい7、8時間ぐらいは寝ますかね。というところで、それぞれのね、短眠でいい人もいますからね。これ多分、ね、遺伝子で決まってるんでしょうね、もうね。その人、その人の遺伝子ね。で、あとはね、朝方がね、会う人とね、夜方が会う人とか、あと年齢にもよるでしょうけどね。もうあると思うんですよ。ね。だ何でもかんでもね、何でもかんでも朝4時に起きて、みたいな、ね、感じの風潮、俺大っ嫌いでね。別にいいんですよ。朝早くね、起きて、調子がいい人は朝早くやればいいんだから、要は。ね。で、夜方の人ですよね。まあ俺みたいな感じで。俺完璧夜方なんでね。夜方の人は夜でいいんですって、別に。そういう状況が許す生活スタイルだったらね。まあ僕の場合、自営業者なんでね。別に、なんていうんですか、こう、まあここが要するに職場ですからね。だから起きたらね、すぐ職場に行けるっていう、一応環境であるんで。で、特に今はね、もうコロナ禍でね、もうリモートしかやってませんから。ね。リアルのね、教室ライブやってませんから、もういいです。全然やってません。もう1年半やってませんよ、一切。だからこの教室にね、お客さんが入ってきたの、一回もないですよ、1年半って、ね。もう俺しか入ったことないですから、1年半はね。まあ、それいいんですけど。という感じでね、やっておりますからね。だから僕の場合はね、基本的には夜中仕事やってるんですよ。ね。だからね、調子いいですしね、俺は夜の方がね。これはもう、本当に20代の時からずっとそうなんですよ、僕の場合はね。夜型なんで、夜が調子いいんですよ。ね、朝はね、あんまこう、調子悪いんですよね。ちょいやつが乗らないんですよね。朝ね。これはもう、しょうがないでしょ。体質なんでしょうね。ということなんで、それをわざわざね、朝4時じゃないといけないみたいなね、感じの風潮。ほんとさっきも言いましたけど、大っ嫌いなんですよ。人それぞれありますからね。得て増えてもあるし、ね。だからね、どこは朝型だろうが、夜型だろうがね、どちらでもいいし。で、適正な睡眠時間ですよね。自分にとってのね。それが取れてればいいんじゃないかと、いうふうに僕は思いますけどね。ということでね、とにかくね、睡眠時間も勉強時間のうちの一つと、ね、こういう捉え方ですね。これをされるとね、いいと思うんですよね。
ということでね、まあ、睡眠時間ね、削ってね、ちょっと勉強するってことはね、あんまりこう、得策ではないかなっていうふうには僕は思いますけどね。うん。ということで、何分で喋ったかな。あ、20分ぐらい喋りましたね。まあ、ひとまずね、タイトルにね、ある話は、全部喋ろうかなと思ったところは、もう喋りきりましたね。うん、はい。あとは、何かありますかね。今日もね、6時から、ズームのね、個別指導をやりましてね。うん、建設業決死9のですね、財務分析ですね。の、ズームによる個別指導。ね。通信領域ですね。やりましたね。うん。まあ、建設業はね、やっぱりこう、うん。財務分析の建設業はね、やっぱりこう、CVP 分析なんですね。うん。だからね、いかにね、こう、CVP 分析をね、こう、どんな形でもね、解けるかというですね。つまり本質的な理解ですよね。そのするかというのはすごく大事なところになりますからね。うん、CVP の特訓を今やっておりますね。うん、まあ、合否にね、本当に直接関係するっていう、ね、ところが、財務分析では CVP 分析ですからね。うん、それをちょっと、ここ集中的にね、やっております。あとはね、財表のですね、財務諸表をね、建設業経費1級の財務諸表の予想問題ですね。こっちの方がですね、もう大体仕上がってですね。であとは、撮影ですかね。うん、まあ、どうですか、今日からやったのかな。まあ、ちょっと今、もう少し最後、レジュメ作りをね、詰めてですね。で、あとは、撮影の方にね、入っていき、まあ、そんなに時間がかかんないと思うんですけど、うん。今週中かな、うん、今週中にね、なんとかね、財務諸表の、予想問題ですね、の収録もね、全部終わらして、で、減価計算ですね、まあ、減価計算のレジュメもちょっとね、予想問題のレジュメね、作り始めたんですけど、うん。まあ、7月中にはね、なんとかね、全部完成させて、で、8月上旬、まあ、7月の下旬から8月の上旬ですかね、僕のですね、まあ、建設技術9のですね、オリジナル予想問題ですね、うん、それをちょっと販売させていただこうかなというふうに今考えて、おりましてね、でコツコツと今、教材作りをやっておるという、そういうところなんですね。うん、まあ、かなりのね、力作がね、うん、出来上がりつつあるという状況ですけどね。うん、ということでね、今日は22時40分、ね、うん、10時40分になりましたね。はい、なんかありますかね、メッセージ、コメント、ね、まあ、ご質問というか。今5名の方見てくれてますかね。ありがとうございます。昨日ね、ちょっと終わりがけにですね、ちょっと一件メッセージをいただきましてね、まあ、二所簿記1級税理士のお坊在ですね、の講座はありますか、受講料はいくらですかっていうね、ちょっとご質問が昨日の終わりがけにあったんですけどね、ちょっと昨日はね、ズームのね、個別指導のちょっと直前だったんでね、なかなか丁寧に、ね、答える暇がなくてですね、いやちょっと突然終わってしまったんですけどね。まあ、突然ですかね。ちょっとすみません。これから1分後にズームの個別指導あるんで、つってね。ちょっとホームページ見といてくださいみたいな感じで終わったんで。今日新たにね、ちょっと取り直して。まあ、もう前半でね、その回答はもう喋ったんでね。まあ、興味ある方はね、ぜひアーカイブの方でね、またね、見ていただくといいと思いますけどね。うん。日照簿記1級とかね。税理士の母材ですね。うん、そっちの方ですけどね。うん、まあ結論からいくとね、昨日もちらっと言ったんですけど、
苦手論点特訓というね、ことでの、まあ、単発講座ですか、単発ズームの指導で、それは一応やってることはやってるんですけど、うん、ただね、金額が非常に高くなってしまうと思うんでね。だから、基本的にはね、他講座のね、フルセット、二所吹きっていうのフルセットね、とか、税理士の母材のフルセットとかね、まあ、そっちの方がいいですよって話は、さっきもしましたけどね。うん、まあ、どうしてもね、後藤道は僕のね、個別指導を受けたいと。ね。まあ、お金はね、まあ、今、払ってもってわけじゃないですけど、ね、お金はそんなに気にしてませんと。ね、安い講座ね、受けたから、受けてね、受かるんだったら別にでもいいんですけど、ね、安い講座だからね、とか、ね、なんつうの、こう、結局ね、安い金額でもね、受かんないと、まあ、資格の場合だったら意味がありませんからね。だからね、今までこういろんな講座を受けてきてね、で安い講座も受けてきてね、でどうしても受かんないと、ね、言った場合ですよね。うん、でその場合はまあ最後の砦みたいな感じで、僕のね、ちょっと高いですけど、個別指導ですよね。うん。ズームのね。それでなんとか、合格をね、勝ち取りたいと、ね、思ってる方でしたらね、うん、多分一番合ってるんですよ。僕の講座がね。そうじゃなくてね、もう、とりあえずね、この間、二所吹き2級ね、例えば受かったから、ちょっとこの、まあ、ネット試験ね、例えば受かったから、つってね、この勢いでね、ちょっと二所吹きも、1級もちょっとやってみようかなって思った方はね、多分僕のやつは合わないんですよ。高いですから、ね。うん。だからね、僕のやつじゃなくてね、最初はちょっとね、大手さんだったら安いですから、ね、そっちの安いね、10万以下ぐらいで多分いけると思うんでね。二所吹き1級フルセットね。多分ね、ちょっとわかんないですけど、詳しく調べてみるから、あれですけど、うん、多分まあ、10万前後ぐらいでね、フルセット、二所吹き1級ね、いけると思うんで、そっちの方やった方が僕はいいと思いますけど、ね、最初はね、うん。で、それでやってって、ちょっともう、どうしてもダメだと、ね。うん。どうしても2級、3級の時に暗記でやっちゃっててね。で、そのやり方がもうずっとこびついちゃってて。どうしてもこう理解型じゃなくてね。つまり過去問は暗記してるからできるんだけど、ね、ちょっと ひねられたらね、応用問題が解けないみたいなね。そんな感じでちょっと苦しんじゃってるね。方だったらね、多分僕のやつがマッチするんですよ。ね、うん、僕は暗記型から理解型にシフトするノウハウ持ってますからね。まあ僕自身がそこだったんでね、すごくよくわかるんで。僕一発合格者じゃありませんからね、二所吹き1級ね。僕は5回目で受かってますから、二所吹き1級ね。4回落ちてるんでね。な、うん、何で落ちたかってことも今だってものすごくよくわかってますから。ね。うん。で、塾生もね、まあ二所吹き1級の塾生も、もちろん何人も受かってますからね。ちょっと今はフルセットやってないですけどね。昔はいっぱいやってましたからね、二所吹き1級講座。僕はどっちかっていうとね、二所吹き1級講座の講師が一番長いんですよ。で、キャリアも長いんですね。二所吹き1級の講師ね。うん。これね、まあ、某大手のね、専門学校の講師自体、からそうなんですよね。うん。僕は公認会計士受験生だったんでね。だから公認会計士受験生っていうのはですね、大体二所吹き1級の講師やる場合はね、二所吹き1級の講師をやるんですよ。ね。うん。だから、僕はね、キャリアは一番長いのは、二所吹き級なんですよね。うん、で、こう、お金をね、もらいながらね、つまりプロの講師としてね、初めてお金をもらって、講師したのは僕23歳の時なんですよ。で、この来年僕50歳なんですけど、23歳の時にね、初めてお金をもらって、プロの講師として、講師レビューね、したのが23歳で、初めに教えたのが僕二所吹き1級と前傾上級ですから。専門学校の講師だったんですけどね。で、その時に二所吹き1級と前傾上級ね、の講義をやったんですね。うん、それが僕のデビュー戦なんですね。うん、だから、その後もね、基本的に二所吹き1級なんですよ。講師経験がね、長いのは。ずっと二所吹き1級を教えてきて、で、たまにね、たまに二所吹き3級を教えるって感じかな。うん、だから二所吹き1級が一番長くて、まあメインだったんですね、ずっとね。で、独立してもね、まあ32歳で僕教室の侍塾作りましたけどね。独立したらね、まあとりあえず最初は3級でしたね。うん。ほとんど最初は3級。
ずっとやってて、ね。で、まあ、3級勉強して、2級勉強して、まあ、1級勉強するっていう流れですかね。それが、最初の独立した2004年に僕独立したんですけど、2009年とか2010年、まあ、大地震の前ぐらいですかね。まだそんな感じの流れでしたかね。という感じで、ね。なってましたね。で、今はね、もう本当に、ほとんど建設業決死一級ですよ。僕の塾生はね。しかも、全部通信教育。教室ライブは一切やってませんから、今。ね、でそんな感じのほとんどの生徒さんね。まあ、たまに印象簿記2級のね、生徒さんとか、いらっしゃるんですけど。本当にたまにですね、印象簿記2級とか3級とかね。で、1級はいないですね。いけないです。お問い合わせちょろちょろとありますけどね。今言ったようにね。最初はちょっとね、他校さんの安い講座の方を僕お勧めしますから。どうしてもっていう、ね、方はね、お受けしたりしますけど、ね。こんな感じで、ご対応ね、させていただいておりますからね。だからどうしても苦手論点だけピックアップしたね、感じでのご指導という形になりますかね。どうしてもね。ということでね、現時点はね、二章簿記1級以上になりますとね、苦手論点、ピンポイントで特訓講座、ね、っていう感じになりますかね。まあ、その代わりね、まあ、その代わりというか、苦手論点ね、特訓って言ったらね、大体ですね、ここが詰まってるから、ここが暗記型でやってるから、簿記ができるようにならないんだなってことは僕も全部分かってますから、ね。だから、あとはね、こう相手をヒアリングして、ね、こういろいろね、まあ、僕が質問して、ね、まあ、どこが分かんないのかなって、どこで詰まってるのかなって、ね。のをちょっとじっとヒアリングしてね。で、やっていくと、まあ、僕は原因はもちろんすぐ分かりますからね。プロですから。だからね、あ、これとこれとこれ、こうやって教えていけば、比較的短期間でね、応用力も身につく、実力がね、得ることができるよってことはね、もちろんわかるんで、それをちょっとね、ご指導させていただくって形にはなっていきますかね。というところで、ね、苦手論点特訓と。ね、いうところになりそうですね。もし、二章簿記1級以上で、僕の講座をね、受けたいと、ね、ズームによる講師指導を受けたいと、ね、いう方ですね。そういう形になると思います。ね、ね、でもね、まあ、他のね、動画とかですね、でも言ってるんですけど、まあ、今日もね、6時から、ズームによるですね、個別指導をさせていただきましたけど、やっぱりね、このズームはね、やっぱり、やりやすいですよ。やりやすい。ズーム指導で、こうね、ワンツーマンでね、相手の、できないところね、相手が苦手なところね、そこをピンポイントでね、教えて、そして、本人がね、本人が本人の力でできるようになっていくっていうですね。そこをこう、見守りながらね、見守りながら、ご指導させていただくと、ね、いうことにかけてはですね、このズームがですね、まあ、最強ですね。まあ、本当はもちろんライブ講座が一番いいんですけど、まあ、それできませんからね。まあ、リモートしかやってませんからね。できないんで、その条件下でですね、その条件の下では、やっぱズームとか使うしかないんで、ズームでやってるんですけど、やっぱり、ズームでのね、ワンツーマンのね、個別指導、これに勝るものはないですね、これね。今日も実感しましたね。まあ、今日もね、財務分析の CVP 分析ってやつをね、たっぷりとやったんですけどね。CVP は4回目なんですね、今日ね。
4回目の特訓日なんですけど、うん、もうね、さすがに3回目になってきましたからね、もうね、ほぼもう完璧にね、頭に入ってきたというですね、建設受験者1級の、CVP 分析第4問のね、これはもう完璧だという状態にね、今日4回目ですだから持ってきましたね。うん、で、まあ明日もね、やるんですけどね、明日も明後日もそのズームやあるんですけど、ズーム資料ね。他の方もいますからね、もちろんやってるんですけど、うん、やっぱりね、うん、こう、その本人がね、わからないと、本人がね、ちょっと困っているというのをですね、こう、解き、ほぐいてね、そして、合格に導いていくってですね、これがやっぱり実現できるのはやっぱズームですよね。ズームによる個別指導ね、これはやっぱすごいなと、うん、本当に最近はまたさらに思ってきましたね。うん、まあ、ぶっちゃけてなしね、最初の頃ね、要するに安倍首相、元安倍首相はね、学校一斉休校っつってね、やってね、で仕事がパタパタパタって全部なくなっちゃって、で、まあね、とりあえずどうすんだこれっつってね、しょうがない、リモートでやるしかねえぞっつって、通信教育しかねえぞっつってですね、始めたのが約1年半前ですよね。で、その時はね、本当にこれできるのかと、ね、ズームとかでこれできるのかっていうふうにちょっと不安だったんですけど、でいざやってみたらね、全然できますね。全然できる。と、うん、いうことで、うん。これはやっぱり最強のね、うん、ツールだということはね、ちょっとこう確信を持ちましたけどね、うん。もちろんね、リアルが一番ですけどね、もちろんね、うん、1対1のね、リアル、ね、目の前にね、生徒さんがいて、で、講師がね、目の前で教えるっていうですね、それがやっぱり一番いいですよ。うん。ズームのね、欠点はね、こう、生徒のね、手元が見れないっていうのは欠点なんですよね。うん、まあ、映してもらえれば見えるっても見えるんですけど、ね、うん、それがちょっとね、なかなかね、まあ僕がこう書いてるときはね、書いてるのは、もちろん見せることができないんですけど、ここだ、ね、こんな感じで僕はペンタブ使ってね、ペンタブ使ってこう、指導してるんで、まあ、僕の手元の方はね、塾生にもちろん見せながらやってるんですけど、ね、僕自身がね、その塾生のね、手元を見るってことはなかなか難しいんでね。うん。だから、それがちょっとやっぱり、ネックっちゃばネックですかね。ズームのね。だから、どういう字書くのかとかね。うん。で、そういうのはちょっと、見づらいですからね。うん、だから、いわゆるこう、いわゆるケアレスミスってやつね。まあ、ミスなんですけどね。ケアレスミスは存在しないんだけど、一応まあ一応分かりやすいから使わなきゃいけない。いわゆるケアレスミスというのはですね、やっぱね、こう、塾生のね、手元を見てないとね、発見できないですよね。うん。あ、この人はケアレスミスよくするタイプなんだとかね。あ、この人はほとんどしないタイプだなって、やっぱ手元見ないと分かんないんですよ。うん。逆に言うと手元見たりね、うん。あと、どういうふうにこう目線をね、こう、問題解いてるときに、動いてるのかなとかね。うん。こう、道具をね、どういうふうにこう、電卓を置いて、どういうふうに筆箱を置いて、つってね、消しゴム置いてとか、そういうのをですね、見れば、あ、この人はよくケアレスミスするタイプだなとか、あ、この人ほとんどしないタイプだなっていうのはわかるんですよね。うん。でもそれがね、ちょっとズームの場合はわかんないんですよ。うん。相手の手元見えないからね。だからそれがちょっとネックっちゃネックなんですけどね。うん、で僕自身がね、こう、わかりやすく伝えるってことに関してはね、全然問題なく、ね、いけますからね、ズームでね。うん、だからそれは本当にね、いや、これは、ね、いいツールだなと、ね。ズームによる個別指導っていうのは本当にいいね、やり方だなというふうには感じていますけどね。まあ、今後はですね、ちょっとね、どういうふうになるかわかんないんですけど、ね、ひとまずね、うん。
ズームによるですね、まあ、講義とかね、セミナーとか、講座ですよね。それは非常に相性がいいということがまず分かりましたし、で、僕の場合ね、講演もしてますからね、全国講演もね、してるんで、もしもしね、ちょっと全国講演の方もね、また復活させていきたいんですけど、全部、昨年のコロナ禍で全部すっ飛びましたからね。だから、それね、ちょっとぼちぼち。まあ、一件だけはね、復活して、この間の4月ね、ひたちなかテクノセンターさんでですね、まあ、簿記の入門、簿記基礎講座ですね、新入社員向けのね、簿記基礎講座、2日間連続の研修なんですけど、企業研修ね、なんですけど、それはね、一件やりましたけどね。だから、その他のね、ちょっと去年全部すっ飛んじゃったやつも、ね、ありますからね。まあ、某静岡のね、事業、実業団体さんのね、まあ、これは確か社長向けの簿記だったかな。とかね、3時間、確か3時間のセミナー、講演だったんですけどね。それはもうレジュメも全部作り上げてね、よし、行くぞって思ってたんですけどね、昨年のね、安倍首相の、元安倍首相のね、学校行って、一斉休校っつってね、緊急事態宣言っつって全部すっ飛んじゃったんでね、それがまだ復活はしてないんで、ね、そういうのがね、ちょっとちょこちょことまた復活していけばね、全国公演の方も増えていくと思うんで、ね、特にインボイスですね、僕の場合ね、インボイス制度。2年前にね、もうインボイスのことを調べたらね、これはもうとんでもねえぞと、インボイスね、整備の、インボイス制度ね、消費税の、インボイス制度をですね、知らない中小企業の経営者の方たちが多いはずなんでね、その方たちにね、なるべくちょっと早めに伝えておいてですね、で、残り2年なんですよ、去年ね。まあ実質も始まっちゃうようなもんなんですけど、で今年の10月1日からね、一応先行で OK になっちゃってるんで、インボイスってやつがね。だから大企業はね、まあほぼ間違いなく大企業っていうのは、みんな今年の10月1日、から多分インボイス制度を導入してやっていくと僕は思うんですよね。で、そうですね。2年後にね、一応本ちゃんというか、今、このままで行っちゃうとね、このまま自民党政権に行って、で、当初の予定通りね、2023年と10月1日からインボイス制度っていうやつがね、導入されたら、これはもうね、まあ、手遅れっていうか、中小企業がね、ちょっとバタバタと潰れていくというですね、状況になる可能性が非常にちょっと高いんで、まあでもその前にね、今回ちょっとこんなコロナのね、影響でね、潰れる会社がとかお店がですね、まあ、飲食店中心に、バカスカ出てくると思うんで、ね、まあ、そっちの方がちょっとよっぽどね、インボイスよりも100倍怖いんですけど、だから、それがですね、ここ、1、2年ぐらいでね、顕著にどんどん多分増えてきてね、会社とかお店が潰れちゃうってやつがね、多分増えると思うんですよ。ね、まあ実際増えてますしね、本当にね、自殺者が多いんですよね。僕は茨城県の日立市の大三川町のところに住んでるんですけど、目の前がね、大三川駅っていう駅なんですよね。常磐線っていうね、電車が通ってるんですけど、ね、ここにね、もう飛び込み自殺する人がすごく多いんですよね。先月の6月だけでもどうだろう。パッとこうね、ヤフーニュースとかで飛び込んだだけでもね、もう3、4件はありましたもんね。普段はそんなにないですからね。確かに人身事故ってあるんですよ。でも1年に1、2回ぐらいしか記憶ないですよ、今までだったら。ところがね、これ、先月の6月だけでですよ。6月だけでもう3、4件あるんですから。ね。これ、とてつもない量ですよ、自殺者がね。まあ、ね、15歳と16歳の女子高生と、あと40半ば、40後半か、と50代半ばの男性が多いんですけどね。本当にね、立て続けにこう、飛び込み自殺が、あるんですよね。だから本当にね、これはね、とんでもない状況にもうなってますね、とっくにね。だから自殺者も増えるし、ね、こう飲食店がバカバカ潰れるとで結果的に会社の方にもね、ドッカーンと来ますから、間違いなく。だから
ここ1、2年でね、2021年、22年、23年でですね、これとんでもないことに今もうなってますけどね。どんどんこう、大不況時代ですよね。いよいよ、それに突入していくという感じに今なってるわけですね。これ日本だけじゃないですかね。世界恐慌ですからね。世界大恐慌。まさか自分が生きてるうちに世界大恐慌をね、経験するとあんま思ってなかったですけど、来ちゃいましたね、完璧ね。本当に、どのぐらい続くかわかりませんけど。世界大恐慌はですね、下手したら10年ぐらいね、大恐慌が続くかもわかんないでしょうかね。こんな感じで、してますよね。そして、追い打ちをね、かけるようにね、2023年に、インボイス制度ですね。まあ、一言で言うと、中小企業は潰れるんですよ、要は。潰れやすくなっちゃうんですよ。ね、大企業と取引やってる中小企業はね、潰れやすくなるっていうのがインボイス制度なんですよ。ね、もともとね、小さい会社同士とか、ね、でやってるところは別にあんま関係ないですけど、今までね、大企業とね、取引があって、で、大企業とのその取引がなくなっちゃったら潰れちゃうよっていうタイプの会社はやばいんですよ。これかなりやばいという状況になってしまうのが、いわゆるインボイス制度なんですね。まあ、興味ある方はね、まあ、僕、他の動画でインボイス制度つって、喋ってますからね。まあ、中小企業の経営者の方でしたらね、39分でわかる、インボイス制度っていうやつ、撮ってますからね。あれ、確か、1.5 倍速かなんかで聞くと26分ぐらいかな。26分ぐらいで、説明してますからね。まあ、便利ですね。YouTube ね。倍速とかができますからね。1.5 倍速、2倍速までできますからね。まあ、あれで聞けば、結構、大丈夫、理解できるというスピードでね、聞けると思います。まあ、4倍になるとね、4倍までできないのかな。4倍とかになると、わーっつって、何でもあんねんっていう形になりますけどね。まあ、2倍とか 1.5 倍ぐらいまでだったらね、絶対内容もわかるでしょうからね。まあ、ぜひそれでね、僕のインボイス制度の動画でね、勉強してみてください。ね、俺が2年後にぼちぼち迫っておるという状態ですね。どうですかね、インボイスなんのかな。ね、これで、コロナによるですね、コロナ禍による大不況がですね、今起こってる中で、ね、で、さらにインボイスなんか導入されちゃった日にはね、正式にね、導入されちゃった日には、いや、これダブルパンチのことじゃないですからね。トリプル、もっとすごいね、という状態に経済がなりますから。その時ですよね。これどないするんやろっていうね、感じで、僕は思いますけど。とんでもない本当に大不況がね、待ってるという状態ですよね。これが今なんですよね。ね、で、まあね、自民党のね、安藤博さんっていうね、議員の方がいらっしゃってね、その方がね、まあいわゆるこう、結構、まあ税士の方なんですけどね、いいこと言ってるっていうかね、こういう人が舵取りをしたらね、非常にこう日本経済も良くなるだろうというふうにずっと思ってたんですけど、まあ、その方がね、ちょっと今度は出馬しないっていう、ね、ことになりましてね、大きな大きな後退ですよね。後退、後ろに下がってしまうって後退で、ね。と僕は感じましたけどね。安藤金が出馬しないと。なったらね、だからですね、多分このまま行っちゃうとね、2023年の10月1日ですね、インボイス制度、ね、が導入されて、そして、大企業とね、ちょっとつながっていて、そして大企業の、まあ、いわゆる下請けみたいなね、仕事をやっている中小零細事業はバタバタと、ね、潰れていくと、ね。今よりもすごい勢いで潰れていくと。今よりすごいというか、今にさらに輪をかけて潰れていくって言った方がいいかな。という状態に、
これはね、制度的になっちゃうんですよ。ね。うん、これ、インボイス勉強するとわかるんですけどね。うん、それはね、ちょっと僕はすごく危惧してますね。うん、ただね、まあ、僕がね、できることっていうのはやっぱり、ね、まあ、こうやって建設業経士1級のですね、通信教育をやって、合格にね、導いていくきっかけを与えたりですね、はたまたですね、まあ、おとといですか、二所募金2級ね、に合格された塾生がいるんですけどね、うん。ずっとね、ちょっと、まあ、なかなか、3級は受かったんだけどね、2級はなかなか受かんなくて困ってたっていう状況の中でね、この侍塾ね、を見つけて、そして、ご入塾されてね、で、まあ、ワンツーマンのね、指導で二所武器2級教えてましたけど、ね、まあ、連結をね、ちょっと中心、連結回帰を中心に、いや、喋ってたんですけど、めきめきとね、実力がついて、で、おとといで合格と。本当にね、こう、うん、まあ、そこにこう、僕みたいなね、人間の、まあ、存在意義というか、で、サムラ塾後藤部長のね、存在意義がありますよね。うん。簿記の検定試験、に合格したい。ね。まあ、二所簿記1級、2級、3級、建設業経士1級、2級、ね。合格したい。ね。でも、なかなかね、独学では難しいであったりね。まあ、学校に行っていたんだけど、ね、通信教育ね、受けてきたんだけど、ちょっとどうしてもね、できないんだと。ね、同じ問題解けるんだけど、応用問題になるとできないんだ、みたいなね。方にとってはですね、この侍塾後藤部長、僕のですね、存在意義というのは、本当に、まあ、自分で言うのなんですけど、ありますよね。うん。そうなんですよ。だからね、やっぱりこう、そこでね、うん、今のところはね、そこで、僕のですね、こう、社会に対する活躍できる、ノウハウ、能力、っていうのがありますからね。それをやっぱり、ちょっと中心に今はやってはいますけどね。うん、あとは、講演とかね、簿記のね、全く知らないっていうね、方向けのね、簿記全くゼロですと、知識全くありませんっていうね、方に向けてね、わかりやすく、ね、簿記ってはこういうのもんだよっていうね、説明すると。ね、うん。それもね、もう30年近くやってますから、それはもちろん自信ありますからね。いわゆる簿記の入門の入門っていう、講演ですよね、セミナーですよね。これも引き続き、全国に向けてね、喋りに行くと。うん。まあもちろん依頼がないと喋りませんけどね。うん。オファーがあったら喋りに行くと。ね。そんな感じでね、自分の能力ですね。これをこう、社会との関係性でね、発揮していきたいなと、ふうに思ってるんですけどね。うん。まあ今のところはね、リモートの、建設業経士1級ですね。これ中心に、うん、今は活躍してるっていう感じではありますけどね。うん、まあ、そんな感じでね、昨日ね、さっきも言いましたけど、ちょっと終わりがけにね、ちょっとメッセージがありましてね、二所簿記1級、ね、税理士の簿記論、財務諸表論ね、こちらで受かるんですかっつってね、受講料はいくらですかみたいな感じのね、ご質問があったんでね、今日はちょっと急遽。それに対する、まあ、ご回答ってことで、ね、スタートしたのがきっかけですけどね、今日ね。うん、はい。まあ、昨日のちょっと質問された方が見てることかわかりませんけどね。うん。まあ、でもね、一見ご質問があるってことはね、他のね、似たようなね、多分、ご質問したいと思ってる方がね、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってね、今日はスタートしてみました。ね。はい。というところでね、今日は、もう11時過ぎましたね。うん。はい。もう今6人の方ね、5人か、見てくれてますね。立てます。なんかありますかね、ご質問かね、なんかメッセージとかね。うん。もう1時間ぐらい喋ってね。なんだかんだ言ってね。そろそろ終わりしましょうか。ね。
皆さんはあれですかね、やっぱ俺の YouTube の他の動画とか見て、ライブね、登録かなんかされて、僕のね、YouTube の、ね、登録をされて、で、これライブ配信するとあれなんですかね、通知が行くんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、俺は、これは。やってるよーみたいな感じでね、後藤部長ライブやってるよーみたいな感じで行くんですかね。うん、で、それで、たまたまね、ちょっと時間があった時に、あ、なんだ、やってんじゃん、みたいな感じでね。今、こちらの方にいらっしゃってるって感じなんですかね。ちょっとわかんないですけど。まあ、僕はね、結構ね、こう自分が配信することは多いし、自分が動画アップしてね、行くということは、もちろんやってますけど、これ他のね、こう、なんだ、まあ、特に他の人の、YouTube のライブ配信見るとか、それはまあほとんどないんですよね。たまにありますけどね。うん、小林義則さんのね、踊れな消費感とかね。ああいうのよく見たりするんですけど。ね、うん、でも、あれかな、アーカイブ多いかな、やっぱり、ね、ちょっと、なかなかね、仕事時間をね、潰して見るってことはあんましないんでね。だから、仕事やってて、で、ちょっとね、手が空いた時にね、やってるわ、みたいな感じでちょこっと見たり、ね。で、後でね、録画をね、アーカイブでね、まあ、1.5 倍くらいにしてね、見るっていう感じが多いですか、聞くっていう感じが多いですかね、僕の場合はね。そう、だからあんまりこう、他人のね、こう、YouTube のライブ配信を見るってことはほとんどないんで、だからどういうふうにしてこう、通知が来るかとか、そういうのがちょっとわかんないですよね。自分がね、見る立場であんまなんないからね。だから、自分がこう配信するばっかりの立場なんでね。ちょっとわかんないんですけど。多分そうじゃないかなと思ってますけどね。というところで。ね。今年もね、もう7月になっちゃいましたからね。うん、もう半分終わっちゃったし。ね。まだまだ、ね、コロナ禍が続く、世の中でありますけどね。うん。まあ、その中でね、自分ができることをですね、できる範囲でですね、もう精一杯やるしか方法はありませんからね。うん。こんな感じで、やっていくしかないというとこですよね。うん、まあ、あとはね、僕の場合は、建設業経営士の9月にね、本試験ありますけど、まあ、塾生もね、いますけどね、うん、今、一生懸命勉強してますけど、みんなして、うん、ね、予想問題ですね。予想レジュメね、それがもうできつつありますから、それをちょっとなるべく早めにね、ちょっと仕上げて、ね、うん、僕のね、ちょっと予想問題とか欲しいとね、思ってる方もね、まあ、ゼロじゃないと思うんでね、うん、何人かいると思うんで、その方向けにね、ちょっと販売させていただこうと。ね、そして、僕のね、その予想問題をね、やったことによってですね、うん、あ、出たっつってね。あ、よかったこれやっといてよかったっつってね。うん、そんなね、感じの教材がね、出来上がれば、ね。これはやっぱりね、僕の後藤部長侍塾のですね、存在意義がですね、ものすごく、あると、ね、いうことにつながりますからね。うん、そうしたちょっとものすごいね、教材をね、引き続き、作り上げていこうと思っております。ね、うん、はい。ということでね、だいたいこれで1時間ちょっとお話をね、してきました。ね、引き続きね、今日はちょっと僕は、この後も仕事なんですけどね。うん、
なるべくちょっと早めにね、予想問題、建設業基準1級の財務諸表とね、まあ、原価不平さんもね、ちょっと作る予定なんですけど、ね。まあ、財務分析はどうすかなって、今思ってますけどね。まあ、財務分析は予想もクソもないんで、はっきり言ってね。出るのがもう上がりきってますから、ね。特に CVP をしっかりとやればいいんでね。だから、ちょっと財務分析は予想問題。運休と財務分析はね、もう過去問だけやっていけばね、とりあえずは OK なんで、作る予定はないんですけどね。財務諸表とね、減価計算ですよね。ここはちょっと作っていってね。前回出ましたからね、減価計算なんかは、僕の予想問題からね、もうほとんど出てたんで、ね、だから、僕のね、予想問題をですね、購入されて、で、解いた方はね、これ本当にアドバンテージ、合格のね、アドバンテージがすごく高くなりますからね。そういった教材なんで、ちょっと早めに作り上げてね、ぜひね、ちょっと合格のきっかけをですね、差し上げたいなというふうに思っておりますね。はい。ということで、11時、何分だ?18分。ね。になりました。ね。1時間過ぎましたね。ライブ配信、今日はね、以上とさせていただきます。はい。じゃあどうも、ありがとうございます。